こんにちは。メドレーを作ろう。メドレーとは2つ以上の曲がつながっていく手法なんですが、今日は前回と前々回に伴奏付けをした四季の歌と豆まきをメドレーにしたらどうなるのかやってみましょう。つなぎが大事。つなぎ方をやっていきましょう。どうするかというと、属七という和音でつなぎます。属七とは、例えば破調調で言うと1、2、3、4、5、その音、5番目の音に積み上げた和音のことです。ソシレファ、それはシレファソでもレファソシでもファソシレでも構いません。ソシレファが入っていれば、波長調の属七ということになります。そして先ほどのを見てみると、ここのこれ属七出てきましたよね。そしてオニマソトにつないでいるわけです。はい、それでは今度は、豆まきから四季の歌につなぐにはどうしたらいいかやってみますね。つながりましたね。はい、これは四季の歌は異端調。そうすると5番目のミの音に積み上げたミソシレ、これが属七になります。やはり順番は構いません。これが全部属七になります。なのでつながりましたね。はい、属七は例えば波長調ですと、気をつけレイ、気をつけというこのレイになるわけです。属七、お出かけしたら必ず家に帰りますね。属七は絶対にお家に帰りたい、主音に戻りたい性質があるので、これを利用してメドレーを次の曲につなぐわけです。はい、いかがですか。皆さんもお好きな曲をたくさん、属七を使ってメドレー作ってつないでみてくださいね。お知らせです。もっとメドレーやアレンジについて知りたい方は、2月6日から8日開催のアレンジ 3Days チャレンジでご一緒にアレンジしてみませんか。参加無料です。ご興味のある方は概要欄のリンクからご登録ください。皆様にお会いできることを楽しみにしています。